世界とは以下の概念を指す。世界という言葉には上述のように多義的に用いられている。主として何らかの社会と関連のある空間を意味する多義的な言葉である。人間など命あるものと関連付けられた社会的、政治的、経済的な意し人文地理的概念として用いられることが多い。類義語にあたる社会では集団や 共同体に焦点がが当ててられれおり円弧等の対人関係までが連想される世界は空間概念としては現代では地球上の全地域を意味することが多いが地球は日本語では人類の活動の場という意味合いをあまり含めず自然科学的側面から見た物体や物理的空間としての要例が多い。世界 および世界における人間のあり方についてのまとまった考え方のことを世界観と呼んでいる。人生観とも部分的に重なるが、人生観よりも広い範囲を指し、人生観同様、多分に情緒的な評価付けを含んでいる。なお、世界像は世界観とは異なり、世界を外から眺めるような態度であり、そこでは世界はあくまでも知的。 客観的な分析の対象である。ただし、世界像はしばしばその時代に応じた検証を受け、伝統的な世界観を突き崩し、新しい世界観の知的基盤となることがある。言い換えれば、世界観とは、各時代の各地に住む、人々の生活体験や、伝統的な観念を基礎とし、知的体系としての世界像と結びついて、各人の生き方や、 行動の指針となる考え方という意味である。人間界の個人や集団が所属ないし活動する、物理的、社会的、心理的な領域を指して用いられることが多いが、人間以外の生物のそれ、あるいは、非生物や、抽象的事象の領域等に対して用いられることも、ある。本校においては、主に人間界のそれについて述べる。日本語の、世界は、 インドから中国を経て、漢語として、日本に伝来した来歴を有している。源流となっているサンスクリットはローカダートゥである。ロカは、空間や、木のない場所、空き地のようなものを意味していた。ドトゥーは境を意味する。ロカドトゥーは、仏教用語として用いられた歴史があり、命あるものが生存し輪廻する空間で、そこにおいて一仏が教えを広める空間を意味する。 このサンスクリットが漢語訳されたとき、世界となった。世には時間の観念に重きを置いた字であり、解は空間に重きを置いた字であり、世界とは時間と空間の両方に配慮した訳語である。ある経典では、東西南北上下が境であり、過去、現在、未来の三世が世である、といった趣旨のことが述べられている。中国においては、当初は、 仏教用語であった、世界であったが、地下の分野において、次第に、世の中や、世間といった意味で使用されるようになった。これらの歴史が積み重なった状態で、日本にももたらされ、竹取物語などでも、世の中、世間の意味で、世界の語が用いられている。西洋に目を向けてみると、古代ギリシア語では、コスモスコスモスという言葉が用いられ、この語は、 世界を意味しつつ、美しい飾りや秩序という意味も備えていた。つまり、カオスという概念と対比されつつ、美しい秩序を備えた世界を意味していた。このようにギリシア西洋においては、世界の概念は秩序と関連づけられる面が、ことさら重視されたらしい。ヨハネによる福音書においても、言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、 世は言葉を認めなかったとある。最初の二つの世は神によって創造され心的秩序を備えた世のことを指しており、三番目の世は人間によって秩序を与えられた世間を指しているという。そしてアウグスティヌスはこのくだりに基づいてムンダスを非造物の全体としての世界と世俗的な世間としての世界を区別して考えたという。 世界図屏風の元となったマテオリッチの今夜万国全図江戸時代になって当時の世界地図を元にした世界図屏風が広くルフしたがここにおける世界は今日の妖霊と同じ地球万国の意味である1867年初版のジェームス・カーティス・ヘボンのワイエゴリン修正ではこれを踏襲して地球万国の意図しての世界の語が見えるまた 井上哲次郎らの編集による哲学人意にはワールド、コスモスの訳語として宇宙と共に世界をも当てている。堺屋大地はチンギス・ハーンによって世界が初めて意識されるようになったとしている。堺屋によればチンギス・ハーン自身が東洋と西洋は一つという世界観を持っており大量報復思想、信仰の自由とともに ジンギスカンの三大発明と呼んでいる。なお、世界に、関わりの深い用語である、国際化は、17世紀ヨーロッパで成立し、その後世界的に拡大した、主権国家体制の存在を前提にしている。それに対し、グローバル化は、政治や文化、経済上の国境にとらわれない動きである。すなわち、前者では、国境の役割は依然大きく、 例えば文物が国境を通過することは監視すべきものとされるが、後者ではそもそも監視すべきではなく、秘匿性が重要な価値観の一つとして考慮されている。国際化あるいはグローバル化の進展によって、各領域、各分野においてトランスナショナルな関係も広がっている。現代においては、経済におけるグローバル化の進展とともに、特に政治領域における、 地域化の進展も顕著である。なお、歴史的には、地域相互の間の関係を称するのに、生き際の語も多用されてきた。17世紀のオランダは、生き際貿易や生き際交流において、重要な役割を果たしてきたと言われる。ありがとうございます。